はい、こんにちは。今回はですね、共通テストの数学1への作戦会議を開こうと思います。共通テストはですね、まあ、ね、え大、ー、問が5個用意されてまして、ここ重要ですよ。数 A が3問一応出題されてますが、2台だけ解きます。ね、そこは過去問解いたことがあれば知ってるでしょと思うんですけど、想定していないことをする人がいますのでね、1つしか解かなかったんですとか、いや、それは頼むから2個解いてくれ。 でですね、どういう風な並びになっているのかということをお伝えしていきます。おおむねですね、一番初めは、数と式。次に、三角比。そしてその次が二次関数が来て、次がデータの分析ですね。さあ、ここまでがまず数一ゾーンです。ここまでが数一ゾーンで、 必ず解かなければならないゾーンとなっております。そして先ほど伝えた通り、この下の部分が数 A なんですけども、数 A はね、各学校2つ以上を勉強してくださいというルールになってます。なので、3つとも解く必要はなくて、そのうちの2つを解けばいいことになってます。で、第3問が場合の数確率。ここでは確率と書いておきます。 そして第4問が整数ですね。そして第5問が平面図形。ここでは図形と書いておきます。はい、こんな感じのラインナップになっており、えー、試験時間はセンター試験時代は60分だったんですけど、今はね、70分になってます。これはもともと記述があるとして70分の時間を配分されてたんですけども、記述がなくなりました。 どうして70分のままなのかなと思ってたんですけども、1年目のね、共通テストの問題を見ると、問題数を少しずつ増やすという対象をしていました。あとは、いわゆる太郎くん、花子さん問題といって、文章が長くなっている。そのため、時間がセンター試験自体よりも10分伸びてますが、決して長くなったなという感じはしません。むしろ、やっぱ量増えたなとっていう印象になっております。さあ、それでですね、それぞれの、えー、配点をね、お伝えしておきますと、 数と式は10点。三角比が20点。二次関数15点。データの分析15点。で、確率、整数がそれぞれ20点ですね。図形を選択する場合はもちろん図形も20点です。これで100点満点となっています。さあ、それでですね。 これを見ている人の中にも、もう絶対満点取ってやるんだぜっていうつもりの人と、いやー、1点でも多く、あわよくば平均点っていう人と、本当ね、いろんな人がいると思うんだな。で、その人たち、全員、もう全員だぞ。全員共通して気をつけなきゃいけないのは、時間配分なんですよ。もうね、センター試験共通テストの一番の敵は、問題じゃないえ。隣にいるライブラルじゃない。時間なんですよ。 それを証拠に、おそらく、真面目に数学を勉強してきている受験生が、この70分の試験時間の3倍。3倍上げて、丁寧にゆっくりやっていいよって言ったら、もうほとんどの人がね、9割以上取れます。それぐらい問題としては難しくないものなんですよ。なので、時間をちゃんと配分してやっていかないとですね。例えばよくある失敗例としては、 この辺に予定以上の時間かけすぎてしまって、最後のところまで終わらなかった。見てください、点数。最初の方に時間かけすぎてしまって、後ろの方を全然最後まで見れなかった。作戦失敗以外も何者でもないでしょ、これ、ね。っていうことを考えたら、ある程度時間これぐらい、これぐらい、これぐらいって決めて、もう時間が来たら飛ばす。なんなら、 ちょっと手が止まった瞬間に飛ばして、2周目で全部解ききるぐらいのつもりでもね、いいと思うんです。はい。そこでね、ちょっと今回ね、みんなにね、伝えておきたいのはね、時間のね、穴なんですよ。みんな騙されてる。実は高瀬ですね、共通テストの答え全部出した後に、用意スタートって言ってね、マークを全部ずーってね、塗ったことがあるんですよ。暇でしょ。 いやいや、暇じゃない。君らのためにっ何分かかったと思うこれね、本当びっくりなんだけどね。1A のものをマーク全部塗るのに、7分から8分かかってるんですよ。いいですか満点取る人たち、これは記憶しておこう。7分から8分もマークにかかってるのよ、実際。ってことは、実際解くことができている時間はどれぐらいかって言ったら、まあ、63分ぐらいでしょう。 マーク以外にもページをめくったりしている時間とかを考えたら、まあ3分なんか容易にすぐかかってるだろうから、実質解くだけで60分の時間かかってるわけなんです。そりゃあ忙しいわな。そりゃなかなか満点取れねえわなって感じですよね。はい。じゃあちょっと覚えとこう。60分かかったと仮定して、これで100点取らなきゃいけない。となれば、単純に10で割ります。単純で10で割ると、 6分で10点稼ぐ計算なんです。6分で10点稼ぐ計算。はい。そしたらこれそれぞれ割り振りしていくと、先頭の10点分取るのに必要な時間が6分。次はその倍で20分。で、こちらは9分。9分なんですよ。ちょっと過去のさ。 みんな受けてきた模試とかの経験を思い出してみて。データの分析、あのページ数、あの長さのものを9分。ね、えー、そんなのって感じでしょ。現実なかなかきついけど、でもそれぐらいでいかないと全部終わらないんですよ、ね。で、逆に確率や整数にかけていい時間が12分なんだよね。はい。これでぴったり60分になります。ね。 なので、もう大体かけていい時間はこんなもんだから、まあ一生懸命バーって計算してって6分経って、あーちょっとあと1分なんだよな。でもそのあと1分やると、ここいらのあと1分を失うことになっていくわけよ。だからまあ、あと1分で絶対出るという確信があるなら、そのままゴーしたらいいと思うけど、いやーでも過去問とか解いてる感覚的に、この後どうせ点数取れないよな。なんと思ったらもうどんどん次に行ってしまう。 なんてのも手だと思います。で、100点取るつもりの人は、もう本当にどん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 進めてほしいんだけどもね、一つ気をつけてほしいのは、100点取ろう、取ろうとしているとね、ちょっとこの辺で、最後の方の穴詰まった瞬間に、頭の中真っ白でさーってなってるんですよ。これね、実は一番の敵これでね、頭の中がさーって真っ白になっていくとね、この後しばらくはこうね、ピョピョ ピヨ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 ってしてる状況になっちゃってね、普通の平常心なかなか帰ってこれないんですよ。で、共通テストってね、このピヨ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 ってしてる時間が長ければ長いほど、もうどんどん計算ミスするし、失点が増えてくんです。で、その頭ピヨピヨ状態を落ち着けと。俺はちゃんと落ち着けば大丈夫だ。深呼吸20秒。さあ、気持ちを新たに。 次の問題っていう風にやれるとね、これが意外と回復が早くって、傷が浅かったりするんです。なので、特にね、こう100点目指してるってこうみんなに言いたいのがね、100は目指しちゃダメです。100を目指すとすぐピヨピヨするから。なので、1つミスってもいいんだ。95点目標だって風にしてください、ね。みんながね、思ってる以上にね、数学 1A100 点、数学 2B100 点って人ね、いないんですよ。どっちかミスっちゃう人って結構多いんです。 なので、気持ちの問題として、まあ100は無理だから95目標、96目標、ワンミスまでは許す。で、いざ試験本番になって調子が良かったら、まあ、100を狙いに行くぐらいのつもりでいてほしいです。さあ、あとはですね、まあ、100点目指さない人たちの時間についてなんですけども、いや、こ,こう見たときにさ、これやっぱ時間的にきついなぁと思うのは、ここだと思うんですよね。 で、すごく過激なことを言いますよ。過激なこと言いますけども、データの分析って、全部、数字埋める形式じゃなく、穴埋め形式であることが、ほとんどなんです。中にはね、数字を答えさせる問題もあるけども。って考えたらさ、ここ、最悪、勘で塗れるんだよ。で、費用対効果の面では、かなりちょっとこれ、弱いんだよな。時間はかかるけども、点数は取れない。だから、例えばなんだけども、もう毎回毎回解くときに、 ここは一旦飛ばして、残り時間をここに振るっていう風にする。で、残り時間の中で当たられてる中でパーっと見て、ああ、なんか相関係数1に近いものをなんか埋めとこうかなとかね。そういう風な感でやるっていうのも作戦かもしれないです。ね、あとは、ここを思い切って後回しにするのもいいかもしれないですね。これただの計算なんだけど、計算詰まったら時間かかっちゃいますから、それを飛ばしてやるっていうのもいいと思います。ただ、飛ばすときにはね、気をつけてね。 マークの穴はもう飛ばさなきゃいけないのよ。普通にこれ、あいうえをばーって塗って、あいうえをばーって塗っていくから、例えば、ここを飛ばした場合って、データの分析の先頭から塗らなければならない。この事実を忘れてパーってマーク塗っちゃうと、ひどい目に遭うわけですよ。ね。だから、飛ばしてやるっていう作戦を取る人はそこはね、気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。で、あと、皆さんから起こる相談としては、確率整数図形 どう選択したらいいかなんですけども、まあ、基本的には、確率、整数かなと思います。というのは、二次で勉強する人っていうのは確率の勉強と整数の勉強をしっかりやってきますよね。で、共通テストってね、二次向けの勉強をしっかりしている人がきちんと取れるように作ってきてるんです。だから、普通に考えたらこの二つをまあ攻めてもらったらいいと思います。 ただね、これ実際俺がね、センター試験受けた時なんかそうだったんですけども、俺はこれとこれで解くに行くぜって絶対決めてたんだけど、俺が解くって決めたその問題が、その年の問題の中で一番難しくて、最初の穴は埋まったんだけど、次からもう全然取れないっていうような問題来ちゃったんですよ。そしたら、当然準備していない、こっちに飛んで、こっち解きは良かったんですけども、私はね、こっちね、ほとんどね、対策してなかったんですよね。 そのせいで全然点数伸びなかったなんてことがありまして、ちょっとね、失敗した後悔がありますよ。なので、図形もね、ぜひ勉強した方がいいと思います。特に余力がある人は図形もしっかりと勉強してください。え例えばなんですけどね、図形の問題の共通セットの1問目なんかで、えー、昔あったのが、これ過去問ね。過去問の話ね。3、4、5の三角形で、 ここの長さはいくらですかみたいな問題。え、ね、角の二等分線なんで3対5だから3対5って使えば、ここの長さは 4×3 たす5分の3で、これ2分の3になるわけでしょね。一番初めがこんな問題だったりしたんです。ね。あ、それぐらいならできるぞって気がするじゃないですか。ね。全く読みもしないで、これとこれだけでズブズブって決めつけてると、万が一この辺が事故ってしまった時に辛くなってしまうんでね。 その辺も意識したらいいと思います。さあ、あと、じゃあ先生どういうふうな対策をしたらいいんですかって話なんですけども、まずね、文章が長いっていうものに関しては、これ、普通に我々の授業もさ、そういうふうにしてると思わないこの問題はこういう背景知識があってね、こうなんだよね。だ例えばこんなことしたかったらどうだろうか。じゃあやってみよう。それをね、太郎くん、花子さんって名前を借りて書いてるだけなんですよ。 だから、太郎くん、花子さんに対する対策っていうか、真摯に数学に向き合って勉強してくれてれば点数はね、アップできるんですよ。意外でしょう。そうなんです。そういうものなんですよ。じゃあ、どうしたらいいかっていうと、まず対策として有効な方法1。学校の教科書をしっかり勉強すること。いやーね、ほんとこれで舐めちゃいけないですよ。だいたい共通テストの点数伸びませんって人にね、 じゃあ、数英の学校の教科書をちょっと見てみてって、これ知らないものあったら教えてとかってやるとね、あれ知らない。知らないってなってくるんですよ、ね。ちゃんと予備校で勉強しているっていう人でもね、予備校のちょっと難しい内容は聞いていたけども、その基本となる基本の考え方は実は知らなかったなんてことがあるんですよ。ね、そういうね、穴を見つけてあげることでいろんな論理の組み立てがバチパ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 チ,チとはまって、 プシャーっと完成して、一気に花開く。なんてことがね、あったりするんです。ですので、あの、学校の教科書のね、答え載ってるところだけでもいいと思いますよ。正末問題とかはやらなくてもいいから、パッと例題、答えが載ってる部分だけでもさっと確認してみる。なんてことするだけでかなり点数は上がってくるはずです。あとはね、実践問題集と過去問とどっちがいいですかっていう相談も起こるんですけど、 これ私の意見ですよ。私の意見としては過去問の方がいいと思います。センター試験の過去問の方がいいと思います。やっぱりね、センター試験本番の問題と模試の問題っての、ね、はやっぱ違いますよ。あの、センター試験の、ま、作ってる人たちっていうのはね、このセンター試験や共通トの問題を出すことで、日本の数学界にメッセージを与えてやろうみたいなつもりで、一問を 一年分を作るために、本当にもう何回も何回も何回も会議重ねて作ってるんですよ。で、時終えた時には、ああ、なるほどね、って思うことが結構いっぱいあります。ですんで、その太郎くん花子さんが登場しなかったとしても、センター試験と共通テスト、文章をちゃんと読み取りながら、接続詞などに注意しながら次を解いていくっていう形式なことは、大きくは変わらないんですよ。なので、 下手に実践問題集に手を出すんだったら、まず過去問をやった方がいいかなというのが私の意見です。ただし、過去問を掘り下げていくと、データの分析があまり多くなかったり、条件き確率が載ってなかったりということも確かにあるので、そういう場合は実践問題集なんかもね、適宜使いながらやったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。あとはですね、ちょっとこれは実際に過去問の解説してきながら話すと思うんですけども、センター試験の時代からそうなんですけども、 記述で書かない書き方をマークさせることはありません。例えば、Rx2 乗って書いてあるときにさ、記述のときに、1x2 乗って書き方しないよね。プラス x2 乗って書き方はしないよね。でも、プラマイ x2 乗って書き方はする可能性はあるし、マイナス x2 乗はあるよね。だから、ちょっと考えていくと、 気述でこんな書き方しないからこの答えないじゃん。あ、そしたら答え1しかないじゃん。みたいなことも分かったりする場合があります。その辺のことをちょっと視野に入れながら、過去問対策しっかりしていってもらえばいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、今話したこの時間配分ね。もうこの時間配分が高得点解くために一番大事なことですから、だいたいこれぐらいの時間で回していくもんなんだなということを考えてやっていただければと思います。はい。 センター試験の過去問に戻っていくと、共通テストの時よりもちょっと時間短くて60分の入試だったんで、問題数少ないは少ないので、まあ、センターの過去問をやるんであれば、ここからすべて1分マイナスぐらいかな。1分マイナスぐらいのつもりで解くといいと思います。あ、数英はこのままでいいかな。数英は12分でいいです。水字のところは1分削るぐらいのつもりで対策してみたらいいかと思います。はい。じゃあね、えー、具体的な、まあ、問題の解説等々もね、この後やっていきます。 まずはこれぐらいの時間間隔ってことを重要にしながら演習皆さんも頑張ってやってください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。えー、今回の動画完璧ですかもし怪しいなと思うとこがあったらね、ちゃんともう一回見る、もう二回見るっていう動画の特性を活かしてくださいね。我々は他の単元の動画も撮ってます。えー、ホームページの方見てもらえると、いろんな単元、どの単元があるのかなってものもわかりやすいですから、ぜひホームページも活用してね。じゃあねー。